はい、皆さんこんにちは。藤井聡太と中村杏里です。YouTube 久しぶりです。お久しぶりです。今回エザーダンスデーに応募させていただいて、1000組近いあの応募数の中から、今回関東大会に、9チーム残って、その9チームの中の、1人として、今回この場所で踊らせていただきました。はい、3月19日そうです、3月19日、はい、土曜日の3時半から日テレで、今回の関東大会の様子が、放映されるので、ぜひ皆さん見てください。いい報告できてよかったです。